柳裕也、直近8試合の援護。こちら柳選手の援護になります。直近8試合、防御率 1.37、 1勝4敗、 52.2 回、 4A1QS、 7QS。 これ半分いじめだよね。大谷見たく打てばよいのに、なぜ彼は自分で打たないんだい。大谷は自分で打ってるんだから打たないのが悪いよね。自分でもマルチヒットとかもしてるやん。せめてノーノーの時に取ってあげれば。チュニドラにいるのが悪い。1点ももらえてるのに負けるのは甘いやろ。契約更改で現状維持やろな。オフの査定でマータ満たされてしまう。投手と打者で深い溝があるやろ。柳が打たないのが悪いよね。何のためにセリーグにいると思ってるの。大谷はホームラン打つけど柳くんホームラン打とうよ。バンドとかいう欠落球場で指標ぶっ壊れてるだけやろ。普通の球場だったら防御率 3.40、 3勝2敗ぐらいになるよ。強打笠原と3人で野球するのが夢とか言われたらこうなるよね。野手、投球のテンポ感がさ、中日地味に10敗カルテット達成してるやん。大谷の真似したら肘と脇腹痛めて試合に出れなくなるけどええんか。今永を見習いよ。援護がないなら自分で打て。打つ方はなんとかしますって言ったよね。ご視聴ありがとうございました。